Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you, I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. 以上 VR 空間で着陸に失敗したサンビーム号君が、頑張って助けに来るという連絡でした。努力は認めるぞ。不安要素しかねえな、おい。よし、早速マイハウス作っていくぜ。今までめっちゃ狭い船の中だったからね。開放的な空間が欲しいわ。私はトレーニングルームが欲しいな。あんた筋トレでもハマってんの？私がやろうとしてるトレーニングは集中力が大事だからな。私が思ってる筋トレじゃないな。これがとりあえず家の形だぜ。は？会場に作るんじゃなかったのかよ。いや、作ろうとしたんだけどさ、壁が設計できなくてほぼ野外になるんだよ。把握しました。さよなら私のトレーニングルーム。とりあえずハッチを取り付けて家っぽくなったぜ。家要素どこにあるんだよ。呼吸ができないだと。そりゃそうだろ。これじゃ家じゃなくて自動窒息器じゃねえか。あれ？酸素ポンプをつけたのに供給されないぞ。もう諦めてやり方調べようよ。いや、ここをこうすればいけるはずなんだよな。あ、ここ絶対カットするなよ。私の努力を全部乗せたいからな。もうこれ絶対いらないよな。見てる方も苦痛に感じてると思うぞ。ブラウザバックされるよりマシだし、カットしちゃう？しちゃう。供給されるからこうなっちゃうな。なるほど、ソーラーパネルは普通に取り付ければいいんだね。海水なんかに使ってたらすぐ壊れると思うんですけど。初めてだったのに。誤解を生む言い方やめろ。15分もこんなとこ見せられるわけないでしょうが、アホか。そんなにグダってたのか。隣の変な煙突で努力が垣間見えるわね。もうやめて、マリサのライフはゼロよ。もう勝負はついたのよ。誰も勝負してないが、というわけで生活はできるようになったぜ。快適度は最低限レベルだけどね。周辺機器とかロッカーとかは後々作っていくぞ。おい、なんかいるんだけど。あれは、クジラじゃな？違うだろ。触手生えてるシタコだろ。ちょっと気になるから攻撃してみるわ。あ、もうめちゃくちゃだよ。今に始まったことじゃないけどな。どうやら殴っても反抗してこない謎のようだな。こいつの背中についてるフジツボから鉱石とか取れるみたいだよ。現実のフジツボより相当でかいな。どうやらさっきのデカ物はリバイアさん級生物に指定されているっぽいぜ。文面を見る感じ、リバイアさんってのはサイズのことみたいね。L サイズ、M サイズみたいなもんか。服かな？幸いにもプランクトンを食べてるっぽいが、肉食のリバイアさんってのもいるっぽいぜ。多分あったら気絶します。何の宣言だよ。ただでさえ深海怖いんだぜ。そのタイミングで襲われたらしょうがねえだろ。こんなに情けないことを堂々と言う人は初めて見た。通信機もつけたぜ。これでいちいち船に行かなくて済むな。ちょうど通信も来てるね。Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already!救援要請だね。まあこっちの生活は安定してるから助けてやってもいいが、武器とか一切ないんだけど大丈夫か？ナイフあるじゃん。こんなちっこいナイフじゃ無理だろ。果物しか切れんわ。使えそうなものをあらかたかき集めるしかないね。Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's...Well, it's better than the alternatives. おい、なんか到着しそうだぞ。まさか本当に助けに来るとは思わなかったわ。核根性のヘリじゃあるまいし、落ちるとかないよな。はっはっは、まさかそんなことあるわけないよ。Gグライドってやつを作ってみた。それ使うと移動速度が上がるらしいよ。マジかよ、それ必須じゃん。はい？これ作らず放置してたってマジっすか。もっと早く知りたかったわ。放射線スーツを作ったからオーロラ号の探索も行けるようになったぜ。ここに来てやることが増えてきたね。あとなんかおもちゃ作った。何これ？わからん、とりあえず置いてみるわ。これは、小動物が引き寄せられるっぽいね。万象天員かな？着雷ラズで食料取り放題最高や。
お、どうやらサンビームが来たらしいぜ。やっとこの生活も終わりか。さすがにシャワーを浴びたい。は？異常な接触ってなんだよ。すごい音が鳴ってるわね。やっぱり核混成じゃないか。あーもっとしっかり見たいな。は、夢か。夢なわけないだろ。今日はここで花火大会があるって聞いたんだけどな。私焼きそば食べたいわ。お待たせ、ピーパーしかなかったけどいいかな？いらねえよ。おお、あれがサンビーム号だぜ、助かった。うわぁ。汚い花火だ。まあ案の定というか、テンプレだな。鎮魂の発煙筒投げとこ。撃墜された場所今度行ってみればなんかありそうね。着陸地点で待っておけばもっと面白いのが見れたのかもな。残念だぜ。その発言すごいサイコっぽいぞ。救援要請のあった17ボットにやってきたぜ。とりあえず注意を引くために発煙筒投げとくぜ。これ効果あんの？わからん。発言にもう少し責任を持ってほしい。中にはデータがあって。外にはシーモスの残骸が落ちてたくらいだな。形的に潜水艦っぽいね。これ作っちゃえばこのゲームぬるゲーになっちゃいそう。さっき拾ったデータを置いておくぜ。ちゃんと見たい人は一時停止してね。さっき作った重力弾、アイテムも引き寄せることが分かったんだけどよ。それでガスボットのガスを強制的に吸わせるようにしてみたぜ。発想がとち狂いすぎだろ。まあよく見てみろ。まず引力で小魚を引き寄せる。その後にガスを引き寄せる。それでこうなるわけだ。臭そう。命の冒涜を感じるぞ。みんなも作ってみてくれな。ところでこれ何の役に立つの？ないぞ。は？強いて言えば鑑賞用かな。作るだけ時間の無駄だったな。またまた救援信号だぜ。うちの救助は評判がいいから忙しいな。今のところ誰も助けれてないけど。オーロラ号付近にいるっぽいな。放射線装備も来てるし早速助けに行っちゃおうかな。残念ながら時間的にここまでだね。マジかよ。まあ仕方ないな。それじゃあまた次回。また見てくれだぞ。